それ今の情報の最終結果が来ました。はい、はい、ジアースとベリカなんですけど、引き分け、答えが引き分け後半ベリカがもう4を取り返したっていう。おー、すごいですね。いや、面白い勝負だったでしょうね。やっぱまあベリカのプライドを見せましたね。そうですよね。はい、さあ、お、選手の準備が整ったみたいなので、先に試合見ていきましょうか。Y版 VS シルフ、はい、さあ開始されました。マップはクロスポートとなります。さあ他の試合もサクッとお伝えしていきましょうか。牧場 VS、スカイワード、牧場側がブルー青側ですね。3対2で、一歩リードしているということです。はい、お、これ BB ア取りましたね。 BB ア取ったんですけど、はい、でも開けてますね。 BB アワイバン側はもう、あ、もうビビア取られたよって感じで。ほう、もうがっつり。はい。開けちゃって。開けてますね。はい。さあ、そして他の試合なんですけども、デトラーとベリオと5対0で、デトラー、レッドチームでリードしてると。5対0。はい。やっぱデトラーここで強さを見せていきますね。グレネード。ナイスショット。お、さあスモークが焚かれて、先頭スターク選手が AK で入っていく。 CD で仕留めてきますね。おー、うん、大きいですね。ファーストキル大きいですね。ああいうファーストキルはリッド選手がやられてしまいます。そのまま、お、設置に行きたいけども、シルフの取り返しが意外に早い。つぼめてくるが、ここも守りきります。カズ選手とスターク選手ですね。残るがアメ選手。ただもうこれで A 攻めないんだ。そうですね、もうこれでもう B かなり走ってるんで、設置いきますね、うん、B 設置ですね。残るはアメ選手。ダクトベアから、当たるか、さあ、ここは反応できない。ワンオーツー。ただこれも、裏にいるんですよね。気づけるかどうか。カズ選手が B ポイントでちょっと陽動しながら、後ろに、ジンロ選手がいるんですよね。ああ、ここはカズ選手がスナイパーライフルで仕留めます。まずは、一本取ったのがワイバーンと。まずはワイバーンが一本取っていきます。今の攻めはどうでしたか？いや、まあなんか、シルフィー側が若干、まだ本腰の配置についてない感じはありましたね。なんか、普通にそんなに、ワイバン側がそんなに別に特別強い攻めをしたわけでもないんですけど、はい、割となんかポイント側でシルフィー側の守りの選手が下ってた感じだったんで、うんうんうん、で、あとやっぱりファーストキル取れたっていうのが大きかったですね、入った時に。大きいですよね。はい、あそこで仕留めきれなければ、まあ CT 側で頭1個か何かしらでこう迎えることはできたんですけど、あそこで CT の選手が倒されてしまったっていうのが非常にもったいなかったですね。シルフ側としては痛手だったんですかね。さあスターク選手もよくあそこで3人倒せるっていう、まあ、A ポイントで3人潰せるようなプレーを見せてくれました。ここは先ほどとは違って B にスモークを焚いてそのまま散っていくような動きを見せております。そうですね、ダクトにアクションかけ、はい、ダクトに適当に打ったんですけど、それでグレネード使っちゃいましたね。シルフィー側若干もったいないですね。なるほど。さあ敵を、まあ、の敵の陽動に対してグレネードを使ってしまったシルフ、そして本命は A ポイントに攻めていく。ここもうまくカバー、ディフェンシブが詰めて、ディフェンシブ選手ダブルキル。ここで A ポイントに、A ポイントそのまま取りました。ワイバーン、シルフ側はもう B はないと取り返しに行きますよね。ただこれで今 B 入りそうですね。ワイバーン入りそうですね。そこからワイバーン B に行くんですね。ただあ、バレましたね、入ったのは気づきましたね。うわー、グレネードが。いやー、今グレネード入りました、設置中の。いやー、リッド選手うまくグレネードを入れました。設置中のジンド選手に対してグレネードを入れる、うん、ただ CT 側からディフェンシブ選手が回ってる。ワンオンワン、おー、これはもったいない。いやー、さあ崩されていきます。残るはロイキュン選手、ただヘルスがちょっと少ないので。そうですね、これただでもヘルスが少ないの、あ、気づきましたね、ハンドガンに持ち替えましたね。はい、スコーピオの CM どうだ、おっと、わからないぞ。グレネードが飛んでくるが、うまく避けれるか、避けれない。カズ選手守り切ります。2本目を取ったのはワイバーン。いや、今のもシルフもったいないですね、はい、あの HP が少ない選手に陽動されて、一回ダクトからあの B 側入った時にダクト抜けてたんですよ。でそこであの TG 色の選手と打ち合ってて、でいるよって
報告あったにもかかわらず CT の選手がそのダクトを振った選手に倒されてしまって、なおかつそれを追うように TG の選手もダクトから降りようとしたところを倒されてしまって2オン1になったので非常にもったいないですね。あそこなんとか生きてればというところだったんでしょうか。さあ A の手前までちょっとすでに、ね、1回早めにアクションはかけましたね。はい、グレネードをな、まあ、使わせようという作戦なんでしょうか。前でスナイパーで陣路選手がゆっくりクリアリングします。その後ろからすぐ入っていけるようにスターク選手がカバーしていくんでしょうか。一旦こう引く、割とアサルタが守ってることが多かったんで、はい、陣路選手が前側アサルタをなるべく削るか、もしくは CT にいたこともあったじゃないですか。なんで CT に、はい、まあここまで見えないから CT にグレ入れて引くっていう感じですね。ここもうまく作戦が取れています。 Y 番そして A にスモークを投げて B に進んでますよね。そうですね、 B、 そうですね、 B とダクト1人だけいますね。ダクトスターク選手が B ダクトですね。ダクトでアクションを起こしてここは引く。あ、 B 来ましたね、入りましたね。来ましたか、はい、はい。さあ埼玉選手がリット選手を仕留めます。このままうまく B を取っていきます。裏から阿部選手が取り返しに来てますね。そうですね、早い段階で行ってるんですけど、割と B 側余裕で入れてるんで、これ多分裏見るんですよね、はい、取り返していきたい。おっとうまく倒していく。ここで取っていけるか。もうでもここで正面の選手が頑張ったんで裏取りが行きますよ。もしかしたらうまく挟めるか。どうだ、2オン2。いやー、カズ選手も粘ります。ここでカズ選手がダブルキル、ワンオンワン。おお、ですが決めていきました。ただ、まあ、ここはでも解除は間に合わないですね。間に合わないですかね。いやー、リン選手いいプレーだったんですけどね。いやー、間に合わない。まあ、よくは今も逆に言うとよく粘ったなと、はい、設置後よく時間を稼いだなというところなんでしょうか。3本目となります。ワイマン、いやー、設置後その時間稼ぎもまあ一つの技ですもんね。そうですね、はい、倒しきることが全てじゃないですから。うわ、ちょっといいフレームが入ってきました今。これでもエラッシュいきましたね。おさ、 A に入っていったワイマン、ディフェンシブ選手半地下で雨選手を仕留めます。これちょうどダクト詰めてたんですよね、シルフィー側は。なるほど、じゃあうまく、まあ、すれ違い通信みたいな感じで、ね、入れ違いましたね。半地下から取り返しに来たリン選手に対してディフェンシブ選手が仕留めます。ただロイキュン選手がカバー、3対3。ワイバン、これスナイパー2人生き残ってるんでロングはい、シルフィー側厳しいかもしれないですね。まあ、シルフ側ちょっとフラッシュをまず投げて、あっ、ちょっと食らってしまったか、バラ選手。グレネードをステージに入れてからの解除にそろそろ行きたいのがシルフ。これでもカズ選手がグレネード持ってるんで、あとは投げるだけ、はい、あここかグレネード入って、あとはもうそのまま逃げ切れば勝利と。ワイマン4本目、うん、いやー、ここも強いですね、ワイバーン。はい。動きが完璧に、ワイバーンの、なんていうんですかね、術中にはまってる感じですね。最後も、2オン1で、あともう一人スナイパーだからロングレンジにいるかもって言ったところを、カズ選手が CT でグレネード持って、はい、まだ解除しないのかな、みたいな感じで、グレネード構えて、あ、解除した、ポーンって投げただけなんで、もう非常にワイバーンの術中にはまってる感じがしますよね。あ、もう本当、設置後の動きも、こう、連携が取れてるというか、はい。はい、シルフ側、まあ、ちょっとそこにかき乱されてる感は、はい、ありますが、ちょっと裏の試合、ご報告します。スカイワードと、牧場6対4でスカイワードの勝利と。はい、6対4ですね。さあこれで牧場が2回負けてしまってる形になってるので、ちょっとポイント差が危ういんではないかなと思います。こちら引き続きですね、Y バーンとシルフ戦をお送りします。おっと、ダクトをうまく潰して A に A ポイント取りましたね。そうですね、 A ポイント先行で、うん、ダクトの選手が、あ、これ4なきゃやばいかもと思ったところ、ちょうどダクト出てきてやられちゃいましたね。はい、さあ1オン4グレネードがダクト部屋に入るが、そのまま裏を取って CT 側でバール選手まず決めていく。1オン3、うん、ただここで Y バーン HP 少ないの で、 そうです、ね、ちょっと AK の弾が当たったら、ここでプレッシャーがすごい。ディフェンシブ選手うまく待ってましたね。はい、さあ、前半5対0ですね。はい、はい、5対0で折り返す形となりました。
いやシルフつらいですね。ちょっと辛そうですか、やはり守りは。そうですね、なんか、うんうん、なんかやることが裏目に詰め出てたラウンドもあったりしたんで、結構、はい、心に来てると思います。なるほど、ちょっとですね、気持ちの上でも負けてほしくない、ところではありますが、他の試合のちょっと情報が入ってきました。リトロナクスとロギアは3対2でリトロが1本のリード、リトロ側が前半レッドチームですね、はい、ロギアがブルーチームでと、はい、3対2で前半折り返してる模様です。さあ後半戦始まります。ブルーチーム側に、ワイバーン、レッドチーム側にシルフとなっております。お、さあダクトラッシュですかね、はい、最速あ来ましたね。おお、ダクトうまく止めていきますが、おお、ロイギュン選手うまく侵入しましたよ、A に。いやこれ2人最初止めれたのが大きかったですね。ディフェンシブ選手がうまく守ってます。さあ2対4、これでもうワイバーン側はスナイパー2だっていうのが分かってるんで、はい、比較的まあそうですよね、はい、削られますよね。残るは、リット選手1人。さあ1-0-4という状況ですね。お、了解。あ、気づいてない。はい、さあ1-0-3、おー、でも倒した。リット選手が埼玉尾選手を倒して、これ1-0-3ありますね。ありますね。あ、だ覗いちゃったら、おー、さあどうだ。お、ここであえて設置戦詰めていく。チャンピオンでの打ち合い、どうだ。ディメンジブ選手うまく取りました。はい、ここで、ワイバーンが1本取ってワイバーンの勝利ですね。そうですね、はい、おめでとうございます。6対0、そのままストレート勝ちですね。